本代表が非公開で U22 アルゼンチン代表と対戦した結果、U22 日本代表と U22 アルゼンチン代表による非公開のトレーニングマッチが21日に行われた。日本サッカー協会によると、試合は45分ハーフで行ったが0-0の引き分けに終わっている。なお、両チームは18日にも国際親善試合を実施。日本が鈴木唯人の2ゴールなどで5-2で勝利していた。アルゼンチンやればできるじゃん。そこは鼻も立てなきゃいけないところじゃねえのか？ハーフはあっちの希望かな？アルゼンチン絶対本気だったやろ。それを0失点は素晴らしい。PK 戦はやらなかったの。中3日だからスタメンはガラッと変えてそうやな。パリ世代1軍強いわ。これはお互い良い練習になっただろうな。非公開の試合ってどういう狙いがあるんだろう。デザインされたセットプレイの実施検証とかだろな。J でもこういう非公開の練習試合は日常的にやってるよ。選手交代も自由だから選手の組み合わせなど試す。最高の強化試合とトレーニングマッチの相手だったんじゃね？サンキューアルゼンチン。